こっちなのよ。ふん、人間の子供じゃねえか。こいつはただの人間じゃねえ。千葉、祠まで運ぶぞ。ただの人間じゃないなら、この子は一体何なのなのよ。こいつはランディオル大帝の息子、魔族の王子だ。王子様？どう見たって人間なのになのよ。大帝には人間の女との間に一人の子供がいた。長らく消息不明だったが。じゃあどうしてその子が魔界にいるなのよ。おかえりなさい。またいじめられたのですね。ぽるぽる、王子は強いんだからやり返しちゃえばいいのに。いいえ、いけません。あなたは何があっても決して人間に抵抗してはいけない。人間以上に人間らしく振る舞わなければ、この世界では生きて。よう、お前、森の小屋に住み着いたのお前だろ。あそこは俺たちのアジトだぞ。やめろ。はっ、なんだお前、弱いやつをかばって英雄気取りかよ。おい、お前大丈夫か。俺たちって弱いな。親父がカゼルの悪魔に殺された。奴を一人殺すと家族を道連れにする。このままじゃ俺や妹も。おい、どこ行くんだよ。まさか魔族の王子がこんな固い中にまでお出ましとは。お前、魔族の王子って。探せ、銀色の髪の小僧だ。
聞きなさい。生きている者は皆それぞれに異なる運命を背負っているのです。何があっても父親のことは恨んではいけない。この世界で人間として生きるのです。魔界にだけは近づいては。目が覚めたようだな。父親に会いに来たようだが、そいつは無理だ。やれやれ、聞く耳持たぬか。一人でここまで来るとは、さすがは大抵の第二王子、見上げたものですね。我が息子よ、この魔界から打ち捨てられたお前がわざわざ何をしに来た。ほう、確かに世ならばお前の母親を助けられよう。世と戦うつもりか。よかろう。己の無力さを思い知らせてやる。二度とここへ来られぬよう、魔物を攻撃できなくなる呪いをかけた。時空の果てへと飛ばしてやろう。封印球じゃ。私は全てを見通す者。人間と魔族の子よ、お前の母親は先刻生き絶えた。これからは亡き母の願い通り人間として生きるのだ。私がその身に流れる魔族の血を消してやろう。なぜ拒むのだ。なるほど。自らの手で父を倒し魔族の王に君臨する。そのためにはその血が必要か。よかろう。
ならば好きにするがいい。Voici une histoire qui semblera familière, mais au gré des conteurs, les récits changent.